どうも料理のお兄さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、ちょっとね、今までの動画とちょっと思考を変えてですね、ほら、もう酒飲みじゃないですか、僕。だからね、まあ自分でつまみを作っていつも自分で飲むっていうのをやってるんですけど、僕大好きなんだけど、家庭でできない料理があったんですよ。それ何かというと、燻製なんですよね。これ燻製めちゃめちゃ好きで、前の家にいた頃は燻製のボックスをこう庭に置いてて、それでいぶしたりしてたんですけども、まあ、なかなかね、僕のほら料理って誰でもできるのが売りじゃないですか。だからそういうのはチャンネルでは二度とできないなと思ってたんですけど、なんとですね、めちゃめちゃいいのがね見つかりました。まあちょっとこれなんですよ。はい、これフードスモーカー。これね、僕ね結構ねガチで燻製ボックスを買って、チップを買って、でチップをこう電熱線でいぶしてっていうのをガチで昔やってたので、まあ、こんなねちっちゃいので作れるわけねえだろっていうふうに思ってたんですけども、これねやってみたらね、かなりいい、ちょっとあんま認めたくないんですけども、火を起こしてやってた身としては、ね、かなりね良かったので、今回これでおつまみを好き勝手作りながら酒を飲んでいこうと思います。はい、はい、じゃあまずね、もう早速作っていきたいと思います。じゃあこれ取り出します。まあ、中はね、こんな感じになってます。まずね、まあ、チップが入ってますね。スモークチップ、リンゴとヒッコリーと桜、まあ、僕は香り強いのが好きなんで桜が好きなんですけども、あとね、こちらが本体になります。で、これが、チューブ、これしか入ってないんですよ。これだけで燻製を作るっていうですね、まあ、なんちゃらなんちゃら言うのもあれなので、もう早速一回作ってみたいなっていうふうに思います。まずですね、これね、なんだかわかりますか。ジップロックに入ってるチーカマ、もう普通に斜めにぶつ切りしてます。まず作るな、チーカマの燻製です。そんな、これはね、リンゴでいこうかな。でね、ここにこのカップがあるんです。カップがでね、このカップにね、チップをね入れていくんです。内側に線っぽいのがあるんですよ。そこぐらいまで入れるんですね。だからチップ使うのこれぐらいなんですよ。こんなんで本当にできるかなって最初思ったんですけどね。燻製やったことない人はあれかもしれないですけど、本来はね、もう結構使いますね。燻製ボックス内でずっとこう回すために結構ね量を使うんですけども、この量で作れるっていうのはなかなか聞いたことないですよ、僕ね。はい、セッティングしたらですね、ここにねスイッチがあるんですよ。ここにで、ここ押すんですよ。はい、こんな音がします。で、これね、空気がねこう循環してるんですよ。ここでね、こうライターでですね、火をつけていくんですね。はい、そうするともうここからね、煙が出てくるんですよ。そしたらジップロックを入れて、ちょっとすごいことになってる。煙を充満させます。もうね、そしたらもういいすごいことになってますよ、これね。ジップロックを閉めて、ここにね煙充満してるでしょ。ここにこれがこの中でこの食材にね、燻製って煙の匂いを定着させる調理法なんですけども、この煙がいい感じでカニカマにつくわけですよ。カニカマって言って今チーカマです。はい、皆さん間違いないようにしてくださいね。はいで、このまんま多分10分ぐらいこのまま置いてください。そしたらもう開けた時にはもうめちゃめちゃ燻製のスモークカニカマ、チーカマスモークチーカマになってるはずです。で、その間に、まあ、僕料理研究家なので、はい、あ、じゃあカメラ上げて、まあ、これはおつまみとして食べるんですが、僕料理研究家なので、いや、お前これ料理じゃねえかってね、言われる可能性があるわけですよ。まあ、僕はもう広い意味で料理だと思ってるんですけど、いや、お前それはカニカマ、カニカマじゃねえまたちょっといや、お前それチーカマとその燻製のこのフードスモーカーの力じゃねえかっていうふうに言われかねないので、まあ、その通りなんですけども、僕の力もちょっとねやって料理研究家としてのちょっと意地を見せたいと思います。なのでですね、これからこのフードスモーカーを使って簡単が売りですからね、僕に、簡単な料理を作っていきます。究極の燻製 TKG っていう、僕ね燻製時代にやってて一番うまいなと思ったのが燻製醤油なんですよ。すごくねいい香りがつくんですよ、醤油に。それで作った卵かけご飯、あれね人生で一度食べた方がいいです。マジでうまいから。それの作り方をフードスモーカーの力を借りて燻製醤油を作って、究極の卵かけご飯を食べちゃおうっていうですね、まあ、ちょっと実際やっていきたいなと思って、今回はですね、せっかくこれめちゃめちゃ簡単に燻製が作れるので、醤油、オリーブオイル、黒胡椒、その3つをですね、使って全部掛け合わせた究極の卵かけご飯、こいつをですね、作っていきたいと思います。はい、ということでですね、もうこれね、ジップロックに入れたお醤油はね、大体 50cc ぐらい、さっきのよりでかいんですよ、このジップロックが。なんででかいかっていうと、これね、燻製の香りをいっぱいつけた方がうまいので、こういっぱい煙が入るようにするといっぱい匂いがつくんですよ、要は。なので今回は大
きいジップロックにしました。でこれでやっていきたいと思います。でさっき僕あの火をつけて、あ煙立ったとかなんかアホみたいなことやってたんですけど、最初からここに入れとけば煙漏れないですよね。こうやってそれに気づくのが一足遅かったっていうですね。部屋の中はモクモクしちゃったんですけど、あれ見たらね、ちょっと部屋の中でこんなできないよって言われかねないから、皆さんやるときは必ずチューブをですねこのジップロックの中に入れてくださいね。そしたら煙最小限で済みます。はい、ここね醤油入ってますね。醤油をね燻製していきますよ。刺してるとこ以外はちゃんとね閉めといてくださいね。やっていきますよ。まずスイッチをブーって言い出すから、そしたらライターで、ね、炙っていきますよ。あ、ほらすぐ出た煙、ちょっと漏れてるけど、でパンパンにしてください煙で。おー、パンパンなってる、超面白い。これもう多分ね、もう多分いいと思う。これチューブ抜いてすかさず止める。あ、ほら、はい、どうや。これで調味料の場合は多分ね30分ぐらい置いといた方がいいと思います。できれば一晩置いた方があの煙の匂いかなりつきます。ただ、まあ、今回はねすぐ食べたいから30分だけ置いときます。はい、でこれをですねオリーブオイルと黒胡椒でも同じことをやっていきます。時間も経ちましたのでやっていきたいと思います。こちらはもう30分経ちました。チーカマから出していきましょう。やっぱりすごいわ、超燻製の匂いする。こんな感じですね。じゃあこれはおつまみとして、食べていきます。じゃああとですね、まあ、こっちですね、醤油から。うわすっごい、これもすげえな、香りがねやばい ね燻製オリーブオイル。あこれも香りいいな。これでねドレッシングとかやってもいいやろうな。いや燻製胡椒ですね。粗挽きがいいですよ。あこれやばいわ、これいいな、すごいです。これで準備整いましたので、早速晩酌タイムに行きたいと思います。もうねちょっともう早くやろう、もうたまんねえから。はい、それではですねできましたので食べていきたいと思います。まずですねこんだけねいい素材が集まってるので酒飲みます。はい、じゃあまずですね燻製チーカマですよ。すっげえ香りついてる。いただきます。一緒だね、これはね、うん、でも僕本当に燻製大好きで、昔は本当いろんなもん燻製してたんですけども、やっぱりねかまぼことチーズがねすごくね相性がいいんですよね。こんなこと言ったらもうチーカマなんてもう約束された勝利ですよね。これはね皆さんねすごくね気になったの香りだと思うんですけど、香りね結構ついてます。これ本当にいいつまみになります。これははい、うん、だって燻製って本当はもっと下準備必要なんですよ。だってなのにね、中華まに至ってはですねものの15分ぐらい、それで本当にちゃんといぶした燻製が食べれるってこれすごいことですからね。次はですね料理研究家チックなんですね。これですねご飯、究極の TKG を作っていて、まあ TKG の作り方は皆さんいろいろあると思うんですけど、今日はですねサムネにするのでここに直割りで撮ります。とりあえずちょっとねあの真ん中くぼましてるの分かります。このためですよ。卵割りで、ここにまず卵かけご飯に絶対必要なのはこちらの味の素です。これは入れてください。でなんでかっていうとこの燻製の香りを邪魔しないから、味の素は香りしないから、まあ、3、4振りでいいんですよ。はい、ここに最高の香りがついてる。ここに燻製醤油をたらりと。はい、それではですねまず燻製醤油と味の素だけかけた状態になります。はい、こう混ぜていきます。卵かけご飯ってうまいっすからね。もうこのね燻製醤油でね食べるこの TKG 食べたことない人はね絶対にね死ぬまでに絶対食べてください。本当にうまいのね。あもうねありがとう、本当ありがとう、ね、ちょっといただきたいと思いますね。ね、いただきます。うん、この幸せをなんて表現したらいいかわからないですね。僕がもうちょっとあの語学を勉強していればもうもっと伝えられたかもったのかもしれないですけど、でもうねうまいとしか言いようがないんだね。あーこれ香りがねたまんないんだよね。なんであんな短時間でこんな香りつくかね。すごいよこれは。でもねたまんないですよ、ほんとにただでさえ美味しいお醤油に、まあね、燻製の香りが乗り移ってるんですよね。新しい調味料を家で作ってしまった。
今回はですね、他にも燻製調味料を使ってます。すごいんですよこれ。3段階で楽しめる究極の TKC ですからね。僕はもう燻製醤油でね、今もうほぼほぼヘブンに行ってたんですけど、他の調味料をかけたらどうなってしまうのかっていうね、不安と期待でいっぱいです。ということで、こちらの燻製オリーブオイルです。こちらのオリーブオイルこう垂らしていただきます。あのね、オリーブオイルと醤油ってすごく相性がいいんですけど、燻製オリーブオイルと醤油は犯罪ですね。ちょっとね、香りがやばい。オリーブオイルでこんなに香りつくんですね、これね。僕燻製醤油で卵かけご飯をやったことあるんですけど、燻製オリーブオイルはかけたことなかったんですよ。で、今かけたんですけど、これ絶対に燻製オリーブオイルも作ってください。簡単ですから。多分ね、今都内のバーとかで究極の卵かけご飯って出して多分1500円は取れます。これそれぐらい香りがやばいですね。オリーブオイルにも燻製の香りすごくついてるんで、これはねたまらないですね。これね、もう一個あるのでね、これ燻製の胡椒ですね。あ、ついてますね、燻製の香りが。で、これはオリーブオイルついてないところにパラパラとかけて、まず醤油プラスブラックペッパー、燻製黒胡椒で食べてみたいと思います。いただきます。胡椒の香りの中に潜んでるね、この燻製のこのいぶした香ばしい香り。ブラックペッパーが香ばしいんですけども、それに燻製の香りが加わってですね、小瓶ぐらいでなんか意識の高いお土産屋さんに売ってるような、そんなね、極上の調味料になってますね、これね。これね、3つ合わせるとめちゃめちゃうまいと思います。燻製醤油、燻製オリーブオイル、燻製黒胡椒、すべてを合体させた味を今と皆さんにお伝えします。はい、これでいただきます。僕が今まで食べてきた人生の中で一番うまい TKC です、これ。マジでうまいです。僕燻製が好きだってのはあると思います。ただね、このうまみをみんなに知ってもらいたいです、この香り。ある調味料っていうのは全部お家にあるものです。卵もスーパーで買ってきたものだし、ご飯もまあ本当にこれバラしますけど砂糖のご飯です今日なんだけど、僕が今までで一番うまいと思った TKC です。これ本当にすごいです。これね、ぜひもう本当に最初はね、僕醤油だけでもいいから試してみてくれって言って締めようと思ったんですよ。なんですけど、これね全部やってください。この3つ合わさった時のうまさやばいんで、いやもうちょっと力説しちゃった。ちょっと今日初めてやったもんで、興奮やめ、冷めやらないんですけど、いつもね、僕が作ってる料理は全部考えた料理で、僕が食べたことある味なんですけど、今回ガチンコでやったので、これね非常に美味しいです。ちょっとね、喋りが長くなるからこの動画何分ぐらいになるのかなっていう風にちょっと不安ではあるんですけども、本当にうまいんで、これ皆さんもぜひ試してみてください。